ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、12月5日土曜日でございます。はい、でまあ、昨日4日金曜日に、まあ、自分ってなんだろうみたいなライブをあげましたと。で、まあ、っていうのはちょっと置いといて、であの以前ですね、こちら大好き、はい、対人コミュニケーションの人間学っていう鈴木秀子さん監修、片岡由香さん、上田、私が前すいません、あの栄子って書いてあって、要は栄えるに子供の子で栄子さんって言ってしまったんですけども、後でご指摘でてること読むんですって指摘を受けていて、あ、その訂正で謝罪してないなってずっと思ってたので、ちょっとこの場ですいません、あの片岡由香さん、上田てる子さんが執筆された対人コミュニケーションの人間学、エニアグラムによる自己分析と他者理解の本を紹介させていただいた時に、片岡さん自らコメントをいただいた。で、まあ、その場でね、あのバカなふりして、あのコラボしてくださいみたいなのを やったところ、ああのいいですよみたいな雰囲気だった、雰囲気だった、で言うのをもらっていて、あ、そっか、でもまだ我々がその時まだ400人ぐらいだったので、なんか500人とか行った時に、あのちょうどできるといいななんて思っていた。で、まあ、そこで昨日たまたまライブをやったんですけども、それがまあ500人ちょうど行ったぐらいの時で、あ、重なったと思っていたので、その前後ぐらいにちょっと片岡さんに、メールをしていたんですね。あ、メールというかフェイスブックで、友達でもないんですけども、友達申請をして、あの私はあの M8 という YouTube のエニアグラムの動画で友人やなんて名前でやってますみたいな、で、あの言ったよね、コラボしてくれるって言ったよねってで本当に申し込みに来ましたみたいなのをあげたんですね。あの送りました。で、あのもちろんあの無視していただいても結構ですこれあのタイプ6の先にあの手を打っといて傷つきたくないっていう防一応予防線でですね、あ、全然無視してくれていいです、振られるの慣れているんで平気ですって言っといたところ、昨日そのライブが終わっ、ライブを見ていただけたんですかね、この片岡さん、まあ、分かんない、分かんないですけど、その2時半ぐらい夜ののところに、あのメッセージが入っていた。なんか拍手のマークと同時にメッセージが入っていて、それをちょっとあの簡単に、Facebook のメッセージにメッセージが来てた。そう、要は Facebook のメッセージで私も送っていたので、まあ、それに動画にメッセージが来たの。それに返信という形でいただきました。あの片岡さん、ありがとうございます。で、その内容がですね、はい、いつも動画を見させてもらってますっていうのをライブの後にもらったので、ライブ見てもらったのとかって、2時間ですよってそこは分かんない、分かんないですけどね、ですいませんと思いながら、で、まあ、ぜひコラボ企画と思ってます、ありがとうございますと、ありがとうございます、ありがとうございますと、ただその前に、あのあなたに話したいことがありますあなたはあなた私 M8 じゃなくて、 M8 じゃなくて、私、はい、弱いとこついてきたM8 の弱いとこついてきて、まあ本当はね、Zoom とかでちゃんと丁寧に話した方がいいかもしれない、あのもしかその最初にってことですか、ね、最初にで打ち合わせ的なっていうか、あのっていうのは、その僕がよくここでタイプ6なんですって、すぐ反応しますって、わって言われるとわって返しますってやってってるのをご覧になっていただいてるのかもしれないんですけども、まあ先にこういうことを私が言うと、上から言ってきてくるよ、上から言ってるような感じで受け取られてしまうかもしれないので、本当はちゃんとZoomで説明した方がいいと思ってるんですけども、まあちょっとそんな、あ、上からじゃないですよって、そういうことです。で、なのででもまあちょっとメールで失礼しますと、と申しますのも、そのこの本なんでもそうですけども、まあ、鈴木秀子さん、片岡さん、上田さん、その要は
エニアグラムを正しく使うっていうのをとても力点を置いている。なので正しく理解して正しく使いましょうねっていう本でございますと。もちろんエニアグラム正しく使うといいですよねと思ってますよ。前置きはいいですよね。申し訳ございません、はいはい、下手かって。で、というのは、片岡さんはサロンとしてエニアグラムを20年ぐらいずっとやっていて、まあ、そこでちょっと力を入れてるのがタイプの誤認を防ぐっていうのに力を入れてらっしゃると。でそれを片岡さんは20年ぐらいずっと正しく使いましょうねって鈴木秀子さんから教わった教えを正しく使いましょうねっていうのをやってらっしゃるっていうところで、まあやっていく中でこの M8 のチャンネルを見たよっていう人がそのサロンの中にいらっしゃる、いると。そもそもあれですもんね、片岡さんとコラボしてほしいですっていきなり来ましたからね。あ、そうですね、先に今来たのもある。で要はエニアグラム界隈っていうのがあれば、M8 はちょこっと YouTube ないで、ないでは若干有名かもしれない。で M8 っていう動画を見てるっていうところで、友人や私タイプ6、タイプ6です、タイプ6ですって言ってるんですけども、片岡さんのサロンの中では、友人や3じゃねえのって、でなってる。で、片岡さんも、私が見ると、あなたは3ではないかと、経歴詐称してますよって。要は、で僕は、えっと思ったのは、この今までエニアグラムの動画を今130本ぐらい、タイプ6ですって、僕はちゃんとエニアグラム理解してます、って上げてきた、このところで、あなた6ですかって疑いがかかって、急に逮捕ですよこれ、経歴詐称ですよ。でというのは、あなたはいつもその不安のことをおっしゃってますねと。もちろん隊長とも話しておしてるんですけども、1から9までそれぞれがその特有の不安は持っていると、まあ、不安はあります、で僕不安不安だから6ですってやってるけども、あなたどうもその、人からどう見られるか、かっこ悪いと思われたらどうしようっていう、その僕の目線がその人に注目をしている、人からどう見られるかっていうのを見ながら動いているように見えるから、ハートセンターなんじゃないの、っていう容疑がかかっております。容疑がかかっている。M8 の弱いところ、疲れている今。弱いところ。なので僕に関しては、9なんだろうなって落ちてる感じですよね。あ、もちろんね、落ちとしては体調は9に見えます。が、この弱い方。弱い方っていうか。M8 の幹部っていうのは、患者の間に部位の部、弱いところはこいつ違うぞと、間違ってんじゃねえかっていう、この M8 を崩しに来た。嘘ですよ、そんなこと、そういうことを言ってるんじゃないですからねっていうのを前振りがありながら、そう、っていう指摘を受けております。面白いと思って。で自分としてはどうなんですか。自分としては、でもちろん片岡さんも、もちろんそのエニアグラム自分で決めるものですからね、あなたがタイプ6でちゃんと納得しているならタイプ6だと思います、が、その片岡さんのサロンだと、M8 招待友人や、タイプ3説タイプ3説、が出ている。これはちゃんと、まあもちろん今片岡さんにはちゃんと正式にコラボ依頼をさせていただいて、ちゃんとそのタイプ分けの見方をね、お教えいただければなと思ってるんですけども、そう、片岡さんの動画で、なんかセンターが違う質問をすると答えられないみたいな言ってたじゃん。そう。で、なのでコラボした時に聞いてみたらいいですか。で、まあ、片岡さんの指摘だと、要は私がその周りの人に目が言ってるので、言ってますね。なるほど。で、その要は、タイプ6の不安は、ハートと線がつながっているので、人のことも入りますが、基本はヘッドセンターなので、ヘッドの特徴として情報を得て分析し、損か得が見えてしまうため、
損することはしたくないと思っている、打算的、損得感情、人より状況や出来事の方が重要で、例えばその自宅の鍵をかけ忘れたとか、お風呂のガス切ったかなとかっていう不安なんですが、その注目してるのは人じゃない。そういう不安はあります。鍵をかけたかなとか、鍵かけたかなみたいなっていうのは、まあそうですね、そうはあります。自転車の鍵、ただまあ徹底的にチェックするんですけど、あの鍵かけたってやるのでいつも、そういうまあ人じゃない不安はもうある、がその僕、そう褒めて、片岡さん褒めてくださって、要はそのタイプ6は二面性、ドライさが、要は僕の中にドライさが感じられないと、温かく人を裏切る感じがしないって言ってくださっていて、 YouTube を見てもその無駄がないとか、卒がない、効率よく精度が高いものをやっているって、ちょっと褒め殺し的なね褒め殺しかと。でその YouTube をやるっていう目標を決めて、わーってそれに成功に向かって走ってる感じがしてますよと。でそのエニアグラムで人々を幸せにしたいと思っている、で僕も思っている、っていうのはハートセンターの特徴、要は何かを使ってみんなを幸せにしたい、で要は感、どちらか感情に見えている、でそのみんなで一緒に幸せになろうっていう先導役、リーダーの資質に見えてるよと、っていう理由から、あのタイプ3に見え、片岡さんのところに来るタイプ3の人も、もちろん不安を口にしますと、タイプ3特有の不安なんでしょうけど、不安はあります、はい、で、我々の動画で、あのトンネルズの石橋さんとか、中井さん、タイプなんだろうみたいな話を、そんなものまで見ていただいてありがとうございますで、そういう動画で、私はその中井さんも石橋さんもタイプ6に見えているっていう話をしてるんですけども、片岡さんは石橋さんも中井さんもタイプ3だと思いますと、あれあれってなんか2人とも、石橋さんも中井さんも、その人からどう見られているかっていうのを感じながら動いているように見える、でヘッドセンターだったらもっとなんかその状況を見て、これやったらこうなるかなっていうのを考えてやってるように見えるんですけども、私はそうは見えませんみたいな。でもそう見えるタネですよね、二等兵から見て。僕から見るとあの二人はタイプ状況を見て、周りの状況を見て分析して、こういうふうにするといいんじゃないかって行動してるように見える。あ、そうですね、あ、そう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 、で、まあそういう誤認っていうのは、まあを防ぎたいと思ってるので、次はね、あのまあ、我々で一度この本でちゃんとあの対人コミュニケーションの人間学をではどういうふうにタイプの分類を見ているのかっていうのを紹介しようと、紹介させていただこうと思ってるんですけども、一応ここでよくやっていたのはその 3×3、自己主張、優は有利の3つと、楽観、反応合理の 3×3 で見ましょうねっていうのをやってたんですけども、こちらでは、センターを見ましょうっていうのをやってるので、ちょっと次はそんな紹介をしたいと思ってます、体調はタイプ9のようです。やっぱり、あの片岡さんのサロンでもお墨付きのタイプ9、でこいつが怪しいと。で、まあ、結局自分、あ、そう、もちろんで、もちろん、あのタイプは自分で決めるので、その例えばこうトンネルズの石橋さんとか中井さんとかこう診断するのも、結局こちら側からそう見えるって話なので、本人は違うかもしれない。もちろんどんな人か分からないですから、ね、心の中で思ってるこう動機みたいなところは分かんなかったりするので、まさかそのタイプ3っていう、タイプさんおめでとうございますじゃないですか。ただね、なるほど、感じていくと。そう、おめでとうございますなんですけど、あのよくあの、コラボよくする金研のマインドインジェクションのリーダーの金研さん
がタイプ3でよく彼のことをハリボテだと、ハリボテお前は中身がねえんだよって自慢話ばっかりしやがってって言ってるんですけども、うん、あれって帰ってきた、帰って矢がブーメランのように帰ってきた、うんうんうん、ハリボテだったっていう。でちょっとどうですか、なので自分がどう思うか、自分としてあ3かもしれない、で3の悪いとことか思い当たる。いやでも全く僕はタイプ6の悪いところとかで、うんうん、多分、うん、あの僕結構ドライなとこあると思ってます、うんうんうん、あの結構さらっとさらっとピチってあの、うん、敵、うん、味方、味方っていうのをやるし、うん、冷たいところは冷たいです、うんうん、なの で今僕はタイプ6にすがろうとしてるのかとあんだけ嫌がってたタイプ6そう、あんだけ嫌がってたタイプ6っていうとキッてなるのを、今タイプ3ですって言われて、うん、えって僕今までタイプ6って売ってきたのにって、看板がなくなるみたいな、そう、うん、し、あ今まで上げてきた130本、うんうん、お蔵入りかとあの信用のないファシリテーターが、うんうんうん、嘘情報を言っていた、自分を間違ってる、自分を間違ってるやつが、うん、あいつ裸じゃねえかって、うんうん、裸の王様じゃねえかって、うん、急に服を脱がされたんですよ、うん、まあなので分かんないですよ。そうだから今までの、うん、この、はい、うんと片岡さんとコラボした時に、はい、多分いろんな質問をされるんじゃないかな、泣くかもしれないでその時にどう感じるかで、はい、多分3なのか6なのかみたいなところだとは思うんですよね。事件なんですよあのこれ M8、 あのエニアグラムの歴史書があるとしたら、うん、これあの欄外ぐらいが多分載りますよ、うん、大塩平八郎の欄ぐらいの扱いで、うん、嘘の嘘つきのファシリテーターがいたみたいな、なんとかの欄みたいな、一日で制圧されたみたいな、うん、な感じを今受けてます。大変だと、もこ、うん、さんすいませんと、うん、今までタイプ6ですよって言ってたけど、言ってたけどタイプ3だったで金券ごめんと俺もハリボテだったってっていうところで今、うん、あのすいません片岡さんに、はい、うん、あのコラボ依頼をしてですね、うん、タイプ診断しましょうですよ、多分タイプ診断、そうです、あとは、うん、タイプ診断の、うん、なんて言うんでしょう、片岡さんがどうやってやってますよっていうのを、うんうん、直々にちゃんと、うん、あのお聞きできればなと思ってます、うんうん、で片岡さんに返事を返したのは、うん、エニアグラム面白いですねってもうそれを返すのがいっぱいいっぱいだった、うん、あの負け惜しみで面白いですねエニアグラムっていうのがいっぱいいっぱいでした、うん、教えてくださいと、はい、まあ、コラボそこをやると面白いじゃないですかね。そうですね、うん、で向こうは正規軍ですよ、うん、エニアグラム正規軍として、うん、鈴木秀子さんの教えを薫陶を受けたね、うん、マチルダさんが、うん、そう M08 状態、ゲリラ部隊にですね、ゲリラ部隊に補給をしてくれるのか、うん、ペチャって潰しに来たのか、来たのか、はい、交互期待でございます、はいはい、しぶとくゲリラ戦で、ゲリラ戦で、はい、あのタイプ6ですって持ち続けることができるのか、うん、はい、っていうところで、はい、ま、我々の動画でまたこの本の紹介をさせていただければと思ってます、うんうん、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。